ナルト線は、徳島県ナルト市の池谷駅から、ナルト駅に至る四国旅客鉄道の鉄道路線である。高徳線を介して、徳島市と淡路島に面したナルト市を結んでいるが、淡路島及び、京阪神方面との連絡は高速バスが主流で、こちらは、都市間輸送が、中心の路線である。正式な起点は、池谷駅だが、列車運行上は、ナルト駅から、 池谷駅へ向かう列車が下り逆方向が上りとなっている。これは池谷駅で接続する高徳線に方向を合わせたためである。定期列車はすべて普通列車である。ほとんどの列車が高徳線に乗り入れて徳島まで直通運転し、鳴ると徳島間で運転されている。池谷駅をり返しの列車は 平日朝の一往復と毎日運転の昼の一往復のみである。また、朝の麦発鳴門駅一本のみ、徳島駅を越えて、麦線から直通運転する。徳島駅側からは直通運転が行われている。一方で、高松駅側からは、接続駅である、池谷駅で乗り換えとなるが、特急、渦潮との連絡は悪く。 30分から1時間ほど乗り換え時間を要する場合がある。なお、池谷駅通過、かつ水駅停車の渦市を利用して、高松方面鳴門線を利用する場合に限り、池谷小水間の区間外乗車が可能である。ただし、特急券は乗車駅基準となるため、池谷駅発と、かつ水駅発で、特急料金が異なる駅がある。 2014年3月15日のダイヤ改正で、増発された平日朝運転の池ヶナルト間の、普通列車1往復の内鳴門発、池ヶ谷港が、途中駅無停車であるほかは、全列車が各駅に停車、所要時間は17から19分である。2014年増発の列車は、従来朝の鳴門期一番列車が、朝8時過ぎ期と不便であったため、 従来のナルト発徳島行2番列車を徳島行となる前の間合運用で池谷へ往復させているもので池谷港を無停車として所要を11分に切り詰め池谷での折り返し時間を確保して車両増備なしでの増発を実現させた一部列車はワンマン運転を実施している途中駅では ホームの長さが2両分しかない駅が多く、3両編成の列車では、池ヶ谷方1両をドアカットしている。現在、途中駅はすべてホーム1本に線路1線の一面1線になっており、途中列車駅違いのできない全線1、閉塞路線である。以前は、途中駅のホームのかさ上げが行われていなかったため、ドアステップのない線形、1500型は、 途中駅に停車できなかった。そのため、途中駅を通過する、臨時快速、ナルトキント時ライナーが運行されていた時期を、除きこれらの車両が運用されたことはなかったが、2010年5月頃から8月下旬に、かけて、2両分のホームのかさ上げ工事が行われたため、これらの車両が、停車可能となった。J リーグ、徳島ボルティスの、ホームスタジアムである、 徳島県、鳴門総合運動公園陸上競技場の最寄り駅が鳴門駅となるため、試合開催日にはアクセスを担う列車について増結が行われるほか、試合時間によっては鳴門駅発徳島行の臨時列車が運行される場合がある。2006年6月1日から11月30日の平日に徳島鳴門間に 上りのみ途中駅ノンストップの臨時快速列車、ナルトキンとキライナーが1500型を使用して運転された。これは徳島市内の中学生が考案した列車で、列車の案内表記は快速ナルトキンとキライナー。ナルト市の特産品であるナルトキンとキから名付けられた。乗車前に乗車整理券を購入する必要があった。かつて徳島県では、 小松島線、麦線直通の急行、吉野川の徳島小松島交換や徳島線で、吉野川から格下げされた快速列車が設定されていた時期があったが、ここ十数年は快速列車は存在しておらず、また、徳島県において相性付きの快速列車が運行されるのは、イベント列車を除けば、初となる。しかし、本数は、鳴門行きの一本のみと、 少なく、さらに運賃に加え乗車整理券分310円を要することから、半年で運転終了となった。路線全体の平均通過人員は、以下の通り。阿波電気軌道が徳島となるとを結ぶ目的で、古川中原吉成池谷無夜館を1916年に開業させた。徳島とは中原から吉野川の土線で連絡していた。 阿波電気軌道と名乗ってはいたが全路線が非電化で、当初の計画通りに電化できず後に、阿波鉄道と改称している。無屋まで延伸された後、国有化され、阿波線となり、高徳本線が全通した1935年に池ヶ、池谷無屋間が無屋線となった。その後、1952年に、鳴門線と改称された。鳴門線は、 いわゆる赤字83線に指定されながら、現在も JR 線として存続している路線の一つである。ナルト線が存続した要因としては、赤字83線による指定から、特定地方交通線による廃止対象路線が検討されるまでに、徳島市方面への通勤、通学客が増え、基準をクリアしたことが挙げられる。しかしながら、人口減少。 車社会の進展に加え徳島・ナルト間には運転本数で上回る徳島バスの路線があり2008年度分の統計によればナルト線の輸送密度は1643人日まで減っているこの数字は特定地方交通線として廃止された路線の輸送密度と同水準である同時期に大ナルト橋と赤石海峡大橋を 鉄道併用橋として建設して、徳島淡路島京阪神を結ぶ、鉄道路線の計画があったが、1973年に、本州市国連落橋の工事に関する基本計画が、指示された時には、本市淡路線は、新幹線規格のみとされており、鉄道併用対応で建設された大鳴門橋は、鳴門線との接続を考慮していない。便宜上、 ほとんどの列車が乗り入れる、高徳線徳島駅からの区間を記載。鳴門線の駅番号が04から始まるのは、高徳線徳島駅からの通し番号にしているためで、ある。ありがとうございます。